ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、リクエストをいただきました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ドラム式洗濯機さんから、ぜひタイプ2とタイプ9の恋愛も解説いただきたいですと、もう何をおっしゃいますと、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日もこちら、9つの性格で自分が分かる、相性が分かるから、2と9の恋愛について、紹介できればと思ってます。はい、タイプ2、人の助けになりたい人と、タイプ9、調和と平和を願う人の恋愛、似た者同士のカップルとあります。同じ楽観タイプでつながっている、このカップルは似た者同士に見えますと、他人平和と愛ですからね、はい、平和と愛、平和と愛このあと他に何が必要かですよね、このカップルはとても似た者同士に見えますと、他人の気持ちを大切にするのは同じですが、動機は違いますと、タイプ9が相手を通して生きがいを見出すのに対して、タイプ2は相手を通して自分らしさを見出そうとしているのですと。互いに相手と融合しようとするので、無言のうちに深い愛情を感じ合うことができるかもしれません。タイプ2はタイプ9に人生の目的を与えようとしますと。もしタイプ9がある分野で卓越した才能を持ち、そのことをタイプ2が誇りに思うなら、タイプ2は特に助けになってくれますと。またタイプ2はタイプ9の優しさや思いやりに惹かれています、タイプ9は親愛の情を示されることを好むので、タイプ2は思う存分に愛情を表現できるのですと。どちらもセックスを通して真の人間関係を得ようとし、特にタイプ2はセックスと愛を同一に見ていますと、タイプ2の存在が大きくなりすぎてタイプ9が束縛されているように感じたら、それは危険信号ですと。分かる気がしますうるさいタイプ9は相手の無意識の欲求を満たすために、自分が利用されているのではないかと疑い、かたくなに協力を拒むでしょう、ちょっとタイプ毒のところが出てくるんですかね束縛されると、すいません報復の手段としてタイプ9は怠慢になり、他のことに気を向けるようになりますと、タイプ9が自分の可能性を伸ばす努力を怠れば、タイプ2は飽きてしまうでしょうと、またタイプ9がタイプ2に気をかけなくなればタイプ2は激高しますと。出てきますね、じゃあいやタイプ2は相手に刺激を受けリードしてもらいたいので、自分が2人の関係の舵取り役を押し付けられると反発し、不満を口にするようになります。タイプ2がリードをしてほしいので、タイプ9が、舵取りをしなくなると不満を言うようになりますと。9も舵取りしないタイプですからね。そこはもう健全の方向タイプ3を出しましょう出しましょうって感じですね、はい。こうなると2人の関係はタイプ2の強い欲求にタイプ9が立ちろぎ、タイプ2がさらにそこに強く出ると、タイプ9はなお頑固に強く押し黙る、出ますね、エニアグラムの悪いところが、お互いに悪いところが出てきますね。タイプ9が頑固になったり怠慢になったりすると、タイプ2は自由を欲求します。別れを恐れてタイプ9はやっと腰を上げますが、同時に独占欲も強まるかもしれません。こうした深刻な行き詰まりはタイプ2が相手の本当の望みを支援すれば改善されるでしょうと。タイプ9は他人の考えに反発するよりも自分を試みる、顧みることが必要です。タイプ2はタイプ9が何かを決断するときには時間がかかることを理解し、そっとしておかなければなりません。最も重要な決断は、タイプ9にとっては一番最後に下されるものだとあります。なんでこのドラム式洗濯機さんが男性か女性か、でまたそのドラム式洗濯機さんがどちらのタイプか、どちらのタイプかで、ですよね。分かれるんです。なんでそのエニアグラムのことを理解している人がどちらなのかがちょっと分からない。お互いに理解していればお互いに気をつけましょうですんですよね。はい、そうなんですよね。はい、
こっちにも悪いところもあるし、あっちにも悪いところがあるみたいな感じなので、はい、お互いに気をつけましょうなんですけど、はい、片方だけ知ってると自分が気をつけましょうしかないんですよね。ない、そうです。そうなんですよね。なんで、うん、ただ舵取り役は、うんうん、このカップルではタイプ9が舵取り役で、うん、タイプ2はそれを強力にサポートするのが、うん、多分いい形なので、お互いにサポートしたいタイプじゃないですか、2も9も。はい、まあ、自己は主張しないですよね。自己主張はしなくて、はい、2はこう積極的にサポートしたいタイプ、はい、でこう相手はこう相手の同化する同化するみたいなところなんで、はい、まあでもこう多分普通に男として、あ、その人が男かどうか分かんないですけど、この関係は体調はタイプ9です、うん、タイプ9、はい、男としてだと男としてこう家事を取らなければいけないっていう、はい、場面は出てきますよね。場面もあるし、そういうなんか一般常識的な概念が、はい、まだ今の現代では男性がその役を求められることが多いです、うんうん、多いので、はい、意識的にやったりするのでまだいいんですけど、はい、これ逆だとまた、あ、男性がタイプ2だった場合、うん、2で、はい、女性が9だった場合、私はタイプ9だと、うん、はい、そのこう一般常識的には男性がリードすべきだみたいな常識があるじゃないですか、社会的には。そうですね、まだ日本は、はい、でその中でこう舵を取るなんかバランスがちょっと難しいですよね。あとまあ、うん、こうしたら、うんうん、要はなんかその女性の方から男性に対して、うんうん、こんなことしたらって言って、うんうんうん、でまあ、目標を決めるとかっていう感じなんですかね、うんうん、まあ、でもなんかそこそこ相性は良さそうな気はしますけどね。そうです、まあ、ただその体調がもうたまらず途中で口を上げた、うんうん、その束縛を嫌う、束縛を嫌う、はい、分かるわって、急ポロッと出た時にはこう本当束縛を嫌うんですよね、はい、で束縛をされた時点でグッてこう自分の好きな世界があるのに、うんうんうん、そう、そこが脅かされる、脅かされる、はい、可能性がある。なんかまあ時間とかでもそうですよね。この時間はこれをやろうとかもともと計画してるわけじゃないですか、はい、そこでもうこの日にどうしても時間作ってとかやられるとこう無意識の抵抗がものすごい出てくるみたいな。あのタイプには、うん、あの社交的、うん、いろんなところに行きましょうよ、うんうんうん、で多分それにタイプ9も、うんうん、一緒に行くとは思うんですね。そのそう予定とかがなければ全然なんか同化していくタイプなんで、はい、行く行くって感じになるんですけど、ただそのタイプ9がやりたいことがある、うん、やりたいことがあるとかやらなきゃいけないことがあるっていう時に、うん、え、行くんでしょみたいな詰められ方をすると、とあの多分行くと思うんですよ。そうです、ね、ストレスを抱えて、あの葛藤を嫌いますもんね。葛藤を嫌い、はい、相手とのこう円滑なコミュニケーションみたいなことを気にするので、はい、合わせていくとは思うんですよ、はい、で心の中ですごいこうもうちょっとたまめっちゃ忙しいのにとか思いながら行く、はい、でそれがこう繰り返されるとだん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 こう固くなになっていくみたいな、動かなくなる、動かなくなるっていう。なんかいきなりは大丈夫だと思うんですね。最初の1回は行くよって言って、はい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 、で押し殺して、まあ、どんだけ押し殺せるかですね。そうで、そのたまりにたまったところでドンと動かなくなるみたいな、はいはいはい、でそこに来ると2の人が多分すごいストレスを感じると思うんですよね。今まで3000やってあげたのになんで来てくれないの、そう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 みたいな、うん、っていうところですよね、はい、そうするとこうジャイアン的なところが出てきて、さらにこう言うこと聞きなさいよってなるんですよね。ってなるとさらに呼吸は押し黙るで動かない、抵抗する。よく、うん、あの体調の親御あの、うん、お父様がタイプ8なんですけど、うん、タイプ9がドーンってそうそうそうどこかの瞬間に破裂する、そうそうそうっていう感じ、ね、ってタイプ8も、うん、となる、タイプ8もとなる爆発があると。普通こう普段はもうほぼ言うこと聞くわけじゃないですか、はい、8が命令してきたのをこう自分の心を押し殺して、はい、ほぼ聞くわけですよ、はい、でそれがある日突然爆発しますからね、はい、ってちょっとびっくりしますよね、うん、っていう。なんでまあ、うん、あのドラム式洗濯機さんの場合は、うんまあ、どちらがエニアグラムを理解してるか、そうそうそう、自分がどっちで、はい、うん、によっていろいろ変わってくる。あの多分どのタイプもエニアグラムは面白いと思うので、うん、要はなんか進めてあげればね、そう、はい、興味を持ってもらって理解してもらうと、まあ、あ、そうだねと。進め方もありますけどね。確
確かに、うん、ちょっとうさんくさい部分もあるじゃないですか、こういうものって。まあそうですね、うん、はい、確かにですよね、はい。でまあ私の家庭、うん、多分嫁ちゃんタイプ6なんですけど、うんうん、まあ、私こんだけ一生懸命動画とか上げてて知ってるんですけど、うんうん、全く興味を示さないんですよ、うんうん、なのでまあ確かに難しいところではあると思います。そう、進めるのが難しいんですよね、はいはい。奥さんもどうですか、エニアグラムは知ってる？知ってる。エニアグラム自体は本を置いてあったりするから、はい、あの僕の本を、はいはい、パラパラと読んだりはされる。まあそんなに詳しく知らないです。なるほど、うん、なんでまあ、うん、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございました、はい、また何かあの他のタイプの関係性などありましたら、うんうん、リクエストいただければと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。